こんにちは。よこんにちは。よろしくお願いいたします。ろしくお願いします。本日はヨガの実践者としてのご指導、またアーユルヴェーダ講師をされていらっしゃいます村山美智子さんのお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いしおま願す。いいたします。はい、それでは早速なんですけども、美智子さんの夢ビジョンについて、お伺いしてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。ヨガではですね、何かこう悟りとか、解脱とか、まあそういうこう、とてもちょっと現実から離れたような、ことを目的としたり、よく言われるんですけれども、まあ一足飛びにそこに行く前に、私自身はまだ今、ヨガを学ぶ身でもあるんですけれども、日本ではね、なかなかヨガっていう言葉を聞いても、どうしてもこう、ダイエットとか、それがその間違ってるとかではなくって、そっちの方にエクササイズ、運動をするとか、そういった方向にちょっと偏ってね、見られがちだったりするんですが、実は、実践哲学、もう本当にその哲学をもとに、人生を生きるのに、とてもこう、有効な、知恵なんですよね。で、その知恵を皆さんに、たくさんたくさん、役立ててもらえたりとか、今ちょっと、なんでしょう。まあ、これは私はずっと自分の息子にも言い続けてきたんですけれども、なんか人生っていうものが生きるに値する、本当になんかこう、輝かしいものなんだよっていうことを、そういうことをなんか実感して生きていけるような、そんな社会にね、役立てていける、そんな風にヨガの今道を歩もうとしています。なので、はい、まあ、それが夢ビジョンとなるでしょうか。はい、より多くのね より多くの人に、その、まあ、古代の英知なんですけれども、本当に現代に生きる私たちがたくさん役に立てていける宝物の、もうお宝なのでね、それをお伝えしていきたいなと思っています。はい。いいですね。もうまさに実践の哲学ということですよね。はい。そしたらですね、それを具現化するために、どんな目標計画を立てていらっしゃるんでしょうか？そうですね。何でしょう。まあ、5年計画とか3年計画とか、そんな風に、具体的に、立ててるわけではないんですが、先ほどもお伝えしたみたいに、まだ本当に私自身がそのヨガに出会ってから、今に至るまで10年ちょっとなんですね。まあ、ちょっと始めたのも遅かったっていうのもあって、で、ヨガに出会ってから、やっぱそのヨガの奥深さっていうのが、本当に今実感しつつあるところです。なので、皆さんにお伝えする、まあ、どこまで行けば伝えられるかということではないものの、自分自身が本当に日々の生活、あるいは人生の中で実践しながら、お伝えする。でも学び続けるっていうことを、モットーに、もうまだまだ本当に、何でしょうね。こんなに生きてきたけれど、学校で教えてもらってない、いろんな哲学とか知恵とかっていうのが、やっぱり古典にはね、とても大きく、たくさん埋もれているので、まあ、それを今、一生懸命学んでいるところと言えます。はい。もう自ら学ばれながら実践してっていうことですね。はい。はい。そしたらですね、その目標計画に対して、現在はどのような活動指針を持って、どのような基本的な活動をされていらっしゃるんでしょうか？今は、そうですね、自分自身の、まあ、クラスとして、ちょっとコロナに、ね、なってしまったので、オンラインが中心なんですけれども、三宮橋にアトリアさん、アトリアという、まあ、コミュニティスペースがあるんですね。で、これは、まあ、スペースといっても別にシェアオフィスみたいなものではなくて、まさにこれから、まあ、いろんなこう理念を共通する、理念を共有したり、自分たちが生きたい社会ですよね。もう今までのなんか競合とか競争とか、何か人がうまくいくっていうことは誰かが不幸になるっていう、そういうこう相関関係ではないところで、何でしょう。本当に自分たちが自分の真ん中で生きていける。自分自身のこう、中心で生きていける自分らしい生き方っていうかな。
本当に自分の人生を生きてる実感を持ちながら、そういう社会の中でいろんな条件を持った人たち、例えばそれが主婦であろうが、会社の社長さんであろうが、そういう、フレームを外したところで、いろいろ心を本当に通わせながら、本当に社会に、循環できる社会に生きていける、そういうことを自分の内側から実現していきたいっていう、そんな理念を共有する仲間とか、人たちが集まっているコミュニティがあるんですけども、そちらを中心に、そこでもう、それは言ってみればヨガの知恵のベースにしているものと全くほとんど矛盾がないんですよね。で、それを今度は、言ってみれば今まで、例えば、そんなこと言ったって現実は違うよねとか、いや、それは理想であって、なかなか実際にそれを実現するのは難しいよねとか、なんかそういうふうに最初から実現ができないような前提、例えば経済構造とかね、そんなところに、フォーカスするのではなくて、今の自分たちがどういうふうに社会を生きていきたいかっていうところに目指していくような、で、そのベースとしてヨガの知恵を学んだり、で、かつ、やっぱり体っていうものがね、すごく大事だって私は本当に実感するので、その身体、心身を、整えるように、そのクラスをやったり、それはヨガの中では、いろんな方法があるんですけれども、呼吸ももちろんだし、ね、静かに座って内側を見るっていうことも大事だし、体を整えるっていうことも、なんか肉体レベルじゃないところで、内側から、なんでしょうね、今まで自分ではなんか知らなかったかもしれない、レントゲンでは見れないようなところに 自分のマインドとか自分の思考とか感情とかっていうのがすごく影響している、その自分自身が本当に軽やかになるような、そんなクラスを目指して、オンラインと、それからスタジオでやるのと、スタジオはアトリエだけじゃなくて、他のところでやったり、あとは、プライベートでね、お伺いしたりとか、ズームでやったりとか、そんな感じで、お伝えしていたりしています。なんかお話聞いて楽しくなってくるような感じですね。こう身軽になるようなイメージがすごくきますけども。そしたらですね、その夢ビジョンを持たれるようになったきっかけなんですけども、それは何なんでしょうか。そこにはどんな、出会い、発見があったんでしょうか。まず、本当に、いきなりにはなってしまうんですけれど、ちょうど11年、2010年だから12年前、もう12年前になるんですかね。その頃は、もちろん私ももうヨガを、最初のヨガの先生に会ったり、してヨガを始めたんですが、一番最初のきっかけは、本当に運動不足を解消したいなとか、子育てもちょっと手離れがかかってたので、何か始めようかなとかと思ったのがきっかけではあるものの、何かそれでお稽古ごとに近かったのかな、やっぱりちょっと体の運動不足を解消する程度のものだったのが、2010年のちょうど夏ですね、ちょうど今頃だったんですけれども、主人がね、突然倒れたんですね、心筋梗塞で。で、一命は取り留めたものの、本当にまだ若かったですし、これから、じゃあどんな風に2人でね、これからの人生を生きていこうか、みたいなことを話したりしていた矢先に、本当に青天の霹靂ってこれかなっていう感じで。倒れて、一命取り留めたけれども、本当にすごく重篤な状態で、通院をしたりとかってことがあったんですね。で、その時に、何でしょう。彼自身もすごく、仕事も頑張っていたし、すごく才能のね、ある人だったので、人生を楽しんでなかったわけでは全然ないけれど、やっぱり、本当に自分、心筋梗塞ってやっぱり心臓だったりしますよね。
そうそうすでるすとよね、ね。あんまりなんか泣き言言う人でもなかったし、愚痴言う人でもなくって、ああ。すごく繊細な、精神を持ってる人でもあったんですね。で、そんな彼が、やっぱり、突然倒れる病に臥すってことは、彼自身が持っているものもあったんでしょうけれど、何かしら、やっぱり、突然降りかかってくる、その人生の 意外な、想定外の出来事っていうんですかね。そんなことを、どんなふうに受け止めて、で、生きていくのかっていうことを、なんかそれが本当に大きなきっかけで、そこから先に出会う人とか、自分が手放すべきものとか、今までやってきたヨガっていうのは、一旦ね、その時は、全部やめたんですけれど、もちろん看護とかがあったのでね、実際の具体的な練習とか指導とかっていうのはやめたんだけれども、逆にヨガっていうものをどう捉えるかっていうところには、大きな大きな、本当に気づきがあって、ヨガっていうのがそういうお稽古事とかじゃなく、やっぱ実人生、自分の人生の中で、その知恵っていうものを、どういうふうに自分が実践できるかっていうことに、すごく密着したっていうのかな。それをすごく感じるきっかけになったのが、その出来事だったんじゃないかなと思います。だからといってすぐに倒れました、それをどう受け止めましょう、はい、ヨガやりますから、そんなことではないんだけれど、もう本当に徐々に徐々に、もう、なんだろう、一個一個取り組むたびに、そのヨガの自分の学びっていうのと、リアルタイムにね、折り重なるように、なんか進んできたような気がしています。振り返るとですけれどね。はい。いやー、すごい変化のタイミングですね。そしたら、その発見、その出会いというか、そのきっかけなんですけども、そのはい。背景には何があったんでしょうか？背景、そうですね。本当に主人と、家族とね、息子と、そうやって普通の家庭っていうか、何不自由なくね、そうやって暮らさせていただいていたことで、そこそこ満足していたように思うんだけれど、思うになんか、例えばそのヨガの学びっていうのを進めていくうちに、自分自身がその旦那さんのこともきっかけになったとはいえ、何でしょう、人生とか命とか、そういったものが、一体どういうふうにできているんだろうとか、本当のことっていうのは何なんだろうとか、なんか本当のことを知りたいっていうのが、やっぱりすごく、割とちっちゃい時からあったんだなっていうのを、なんか今思うとですけどね、すごく思います。別にその、なんでしょう、裏表ばっかりを見てきたわけじゃないけれど、何か物事が 成立するとかいう時に、一体誰がこの世界を作っているのかとかね、例えば、社会とは何なんだろうとか、それこそ、若い時は誰しも、皆さん誰しも考えると思うけれど、なぜ生きているんだろうとかね、どうしてこの人生、どうしてこの、両親のもとに生まれてるんだろうとか、本当に様々様々、一人っ子だったせいもあるのかな、なんかそういったことをずっと割と考えながら、思春期から来ていて、で、その時に、その当時はですね、その当時はクラシックバレエやってたんですね、私自身は。で、クラシックバレエはやってたものの、技術とか踊ることも好きだったと同時に、福岡で、生まれ育ったんですが、当時はそんなにそれを学校で学ぶってことはなかったんですよね。なので、すごい本を探してたのね。で、めったにないそのバレエの哲学の本みたいなのがあったんですよ。で、それをね、なんかもう一生懸命一生懸命読んでたのね。どうしてこのステップはどういうふうなのが由来なんだとか、どうしてこの、そのバレエの構成はこうなっている、そこに何、基盤となるアイデアは何なのかみたいな、独自の見解だと思うんですけども、そういう本があったの。で、その中で私がすごく目に留まっ
ったのが、シバっていうね、シバ神っていうのがいるんですけれど、まあ、ヨガでは欠かせない、まあ、三大神様っていうのがいてね、で、シバと、ブランマとシバとビシュヌっていう三大神がいるんですけど、で、その中のシバが、踊るシバっていうのがあって、その、肖像みたいなのがあるんですね。でね、その写真がその哲学の本の中に書いてあって、で、それをもうなんか鮮明にこう写真撮ったような感じ、私の中に、あったんですが、で、それ後から考えたらね、それが、その、まあ私にとってのすごくヨガの出会いだったのかもしれないなと、今となっては、その時は全然実感も湧かないし、もちろん中学生とかですから、よくわかってなかったんですけれど、もうずっと覚えてたっていうのは、やっぱりそういう世の中がどうなって、この世界がどう動いていて、っていうね、なんかそういったことっていうへの探求心とか、興味とか、そういったものがそもそもなんか強かったような気がします。もうじゃあ結構割と子供の時からそういう哲学的なことはもう関心があって、そこでこう順調にというか、進まれる中でっていうきっかけがいきなり訪れたっていうこそうとでですよね。いね。やね、なんかそんなにこう哲学なんてその時はね、思いもしてないし、ただなんかいろんな自分の性格がどうしてできるんだろうとか、なんか不思議じゃないですか。だってね、そもでそすもよね。人の人間の成り立ちとかね、そういったもの、精神世界だとか、そういったものへの興味とか、っていうのはやっぱなんか、もしかしたら人一倍強かったかもしれないと思います。でもそれをね、考えていくとね、まあ今の師匠に出会ったのは、その旦那さん倒れた後だったんですよね。翌年に震災があって、大きな津波があって、で、まあみんながそれぞれ自分の人生とかを、ね、こう考え出したりするきっかけが どんどん訪れてくるようなね、ちょっとシフトの時代に入ってたと思うんですけれども、ちょうどその頃にやっぱり今の師匠に、マスター・サカーっていう師匠に出会って、インドの出身のね、先生なんですけれども、そこでいろんなことを学びながら、やっぱりそのヨガの深みみたいなものっていうのが、今まで自分が理想としてきて、いや、でもそれは現実とは関係ないだろうみたいに思ってたことが、そうではなくってね、今の人生と本当に直結しながら考えていけるっていう面白さですかね。なんか美智子さんと本当お話しすると、すごく深いお話が、できるのが、本当になんかね、いろいろつながってくるんですよね、本当に本質的なところそうと。なんですよね。私なんかそんなにね、インドに興味あったわけでもないし、ヨガに、そのさっきも言ったみたいに運動不足っていうね、ことを解消す最るん初だっはたでら、すよね。別にヨガじゃなくてもよかったんだけれども、やっぱりそこに、惹かれるっていうのは、なんかしら導いてくださるね、力があったのかもしれないし、多個性で頑張ってくれたので、今がね、こういう出会いが、で、こう、受けられたのかなとかも思うし、旦那さんが倒れたのは本当にもちろん喜ばしいことは全然ないけれど、そういったこう、なんだろうな、本当に彼はじゃあ自分の人生を、まあ、生きていたんだろうかとか、何かしらそこに病に伏す何か原因があったんだろうかとか、それを追求するというよりも、もっともっとこう人生を本当に謳歌するためにも、自分を抑え込まないでね、抑え込まないで自分らしく本当に生きていけるっていうことを、たくさんの人に、やっぱり、生活習慣も含めて、やれることがまだまだたくさんあるんじゃないかなっていう、なんか希望としてですよね。そう、なんか、
ちょっと暗い話とかがね、ニュースとかもね、見ていると、なんか、私たち若い時そうでしたけど、ユートピアというよりはディストピアの方が大きかったりしたんですよね、なんか時代的にも。私、未来があんまり明るくないとか、ね、なんかどういうふうにすれば、どう発展する、どう成長するっていうことがいいんだろうとか、なんか実はそういうことを、身体表現の方でね、ヨガに出会う前は、さっきちょっとお話したようにバレエをやってたりして、なので、こう、大人になってから身体表現の場を持たせてもらっていて、で、その時もね、やっぱりなんかテーマは、なんか人の成長って何だろうとか、そんなコンセプトを、考えたりね、表現に落とし込んだりとか、そんな時代もあったんですね。いやー、ちょっともう、どんどん、深い話が、本当にできるので、いろいろお話ししたいところですけれども、ちょうどいいお時間になってきまして、今日は本当に、深い気づきと、そこから、ヨガの実践として、ご活動されている、村山美智子さんのお話をお伺いしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。取り留めがなくてまとまってませんでした。ありとんがとうでごもざいないまです。す。素晴らしいお話ありがとうございいまやいしやいや、ありがた。とうございます。